フレデリック・ロー・オルムステッド。フレデリック・ロー・オルムステッド。フレデリック・ロー・オルムステッド。1822年4月26日から1903年8月28日は、アメリカ合衆国の造園家、都市計画家、ランドスケープアーキテクトを最初に公式に名乗った人物。ジャーナリスト、社会評論家、公共管理者でもあり、彼は、 アンドリュー・ジャクソン・ダウニングと共に、一般に、アメリカ人造園会の父であると考えられており、多くの学者が依存そのタイトルを授けた。また、気候作家でもあった。ジャーナリズムとしては1854年、テキサスのイーグルパスを訪れ、多くの奴隷下流度や、逃亡奴隷が、ピエドラス・ネグラスの町に住んでおり、 また、段ン取り出の兵士やならず者が利用する多くの酒場賭博場があることを知り、奴隷制度廃止論者アドルフレイと共に新聞を、毎週、論を展開した。オルムステッドの作は、シニアパートナー、カルバートボーとの共同設計で、ニューヨーク市にあるセントラルパークやプロスペクトパークなど、その都市で有名か、強く知られている公園を含む、 アメリカ発の私立公園エルムパーク、ウースターなど多くの人に認識されている。オレムステッドが関与していた、同国発のという冠がつく、他のプロジェクトは、最も古い協調システムが含まれている、ニューヨークバッファローの公共の公園や、パークウェイ。ナイアガラの滝、同国最古の州立公園、イリノイ州、リバーサイド米国で、最初の計画されたコミュニティの一つ、 ケベック州モントリオールのマウントロイヤルパーク、ボストンのエメラルドネックレス、ハイランドパークニューヨークロチェスター、デトロイト川ベルアイルパークミシガン州デトロイト、プレスクアイルパークミシガン州、マルケット公園でのグランドネックレスイスコンシン州ミルウォーキー、チェロキー公園内全体の公園や、パークウェイシステムケンタッキー州、ルイビル、735エーカー、297ヘクタールの森公園、 マサチューセッツ州、スプリングフィールド、アメリカの最初の公共用プール、ジョージ・ワシントン・バンダービルと E ・エス,ステート、ノースカロライナ州アッシュビル、など。大学キャンパスマスター計画は、カリフォルニア州パロアルトに近い、カリフォルニア大学バークレー校と、スタンフォード大学などのためだけでなく、オンタリオ州セントキャサリンズの、モンテベロパークローレンススクールどもある。シカゴでは、 ジャクソンパーク、ワシントンパーク、ミッドウェイプレザンスのほか、世界コロンビア博覧会、シカゴ・バンコク博覧会マスタープラン、シカゴのエメラルドのネックレスでは、南部分大通りのリング、シカゴ大学のキャンパスなど、ニュージャージー州、トレントンとキャドワラダー公園やワシントン DC では、アメリカ合衆国首都の建物群を周囲の風景に取り組んだ。 ワシントン記念塔は40年間の建設期間を経て1888年に開設。記念碑を展開する計画はダニエル・バーナ村と共同で関わった。オルムステッドの造園の品質は東大一流と認識された。特にニューヨーク市のセントラルパークで彼の作品は米国でランドスケープアーキテクチャーに影響を与え続け卓越した標準性を規定した。 聖火の第2は、ヨセミテ渓谷、ナイアガラの滝、ニューヨーク州北部のアディロンダック地域、国立公園システムでの作業をはじめ、保全運動を推進。第3に、彼が組織した南北戦争中に、北軍への医療サービスを提供することに大きな役割を果たした。1822年、コネチカット州、ハートフォードで、富裕な商人一家の長男として生まれた。 当初、イエール大学への進学を希望していた。しかし15歳の時、漆ぶれが原因で一時的に視力が衰え、進学を断念する。牧師で、農業技師でもあったフレデリック・バートンの下で3年間、農地改良等の訓練を受けた。その後も、貿易や航海士など様々な職業についているが1844年、農業に進む決心をし、イエール大学で、 当時の科学的農法を学んで、五ニューヨーク市郊外にあたるスタテンアイランドで1854年までは農場の経営にあたっていた。その後経験したヨーロッパ旅行の体験記を観光したところ評判になりしばらく執筆業をしていたほか、ジャーナリストのアドルフ・デーラとサン・アントニオ新聞、買収にも関与するが、1857年主催していた月刊誌が、 経営的に行き詰まり配管に至る失意の底に置かれる。35歳の時、偶然出会った友人にセントラルパークの監督官の仕事を進められたのが転機となる。こうして1858年からは造園関係の仕事を始め、イギリスの造園設計手法である風景式庭園をアメリカの公園設計手法に位置づけさせ、 その中で曲線を多く用いる自然らしさを強調したスタイルをし進めた。オルムステッドは1857年と1895年の間、高校や大学のキャンパスを多く設計しました。1895年から1950年まで、オルムステッドブラザーズ後継者は父親の最初のプロジェクトをいくつか引き継ぎしただけでなく、 新しいものもデザインしている。彼らの記事のプロジェクトを参照を一緒に、これらの作品は、フレデリック・ロー・ウォルムステッドの中で最も有名なのを挙げたもので、いくつかはここにリストされていますが、全部は355件にも上る。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。